吉野鉄道、吉野鉄道は、近鉄吉野線の前身となった鉄道である。京弁鉄道法制定に伴い京弁鉄道の鉄道事業者として、吉野京弁鉄道株式会社、吉野京弁鉄道が設立され、1912年、大正元年に、国鉄吉野口駅から、吉野駅、後の近鉄六電駅間で開業、1913年、大正2年に、 社名変更し、吉野鉄道株式会社となった。それ以前にも1897年、明治30年に、設立の認可を受け同地に、鉄道施設計画を進めたがやむなく解散に至った、同米の吉野鉄道株式会社があった。明治後期、日本各地で鉄道が付設され、奈良県でも南和鉄道、後の JR 和歌山線や大阪鉄道、 後の JR 桜井線が開業した。吉野地方北部の人々は山を越えて最寄りの駅まで歩き、それらの鉄道を利用して各地に出かけられるようになったが、その駅まではあまりにも遠かった。そのような背景もあって、鉄道を吉野郡内まで敷く計画が立てられることになる。1896年、明治29年1月、土倉正14名が、 南和鉄道のくず駅、後の吉野口駅、南かつ郡ぎくず村から、吉野郡大淀村下淵を経て、大淀村、北六殿に至る、吉野鉄道の布設免許を申請した。同じ頃泉や太郎らも、同米の、吉野鉄道、大阪鉄道うねび駅高取大河口から上司から、和紙屋口を申請しており、奈良県内では他にも多くの鉄道布設の申請が、 鉄道院になされていた。そこで、同年三月、土倉正三郎北起の吉野鉄道は、同じく申請をしていた、中和鉄道、天理鉄道と協定を結び新たに、大和鉄道を創設、同年五月に、四条縄手なら二階堂田原本館、くず北村館、法隆寺丹橋館の参戦敷設を、改めて申請した。百九十七年、明治三十年四月、 鉄道会議は、大和鉄道のくずきたむ間館のみを許可し、他の計画路線や泉や太郎出願の吉野道などは却下された。この結果を受けて1897年、明治30年6月、土倉昌三郎ほか19名によって、吉野鉄道株式会社、本社は南葛城軍御所長。当初の資本金は50万円が設立され、1899年、 明治32年4月に鉄道敷設の免許を受け取る。測量、用地買収、資材の注文など、鉄道建設の準備は進められていたが、翌年に発生したワダンの乱や、それに伴う経済不況により、資本金の株式払い込みが進まず、資金難に陥る。1901年、明治34年には一部の株主が会社解散を訴えて、 株主総会を開く、要要求。この時は、吉野軍長の本田東太が軍長名で、大阪地方の株主らに解散要求に惑わされないよう、また鉄道建設の促成を要望するビラを送り、鉄道完成を申し合わせるように求めた。結果、開かれた株主総会では、会社解散は否定されたが、その後も、鉄道建設は父として進まず、翌1902年、 明治35年11月の株主総会において、会社解散が決議され免許は返礼されてしまう。その後、大淀村では1908年、明治41年に、森江蔵らが、南桂木郡桂木村から、下市街道、車坂峠、古市、伊勢街道を利用し北た六電に至る、馬車鉄道、吉野馬車軌道を計画し出願した。1910年、 明治四十三年に、軽便鉄道法が交付されると、馬車鉄道から軽便鉄道に変更し、会社設立を許可される。これが、吉野軽便鉄道の源流となる。発起人は、森ら十二名。資本金は二十万円。だが、前例の吉野鉄道のこともあって、株式の払い込みは進まなかった。これを危惧した吉野軍長、八原元松が、材木業組合役員や、 沿線の主張を説得し、北起人も入れ替え坂本戦時、この時は、吉野財木銀行の頭取を、北起人総代に迎えた。また株式の払い込みも、軍長以下、軍役所職員の努力もあって増配した、資本金30万円の予定を超える。1911年、明治44年、北起人一同は、自信を深め、改めて会社を設立。 同年末時点の資本金は52万円にも達した。12年前の土倉らによる吉野鉄道の計画買収用地を利用して鉄道建設が進められた。吉野京弁鉄道は標高200メートル前後の地域を走る山岳路線で屈曲する路線やトンネルなど難所が多いものの工事は順調に進み、翌1912年。 大正元年10月15日に完成、国鉄吉野口駅を起点として薬水トンネルを抜け、下淵の下市口駅に達し、そこから吉野川北岸を通信して、北六電の吉野駅を終着点とする3駅 11.6km の路線が開通した。吉野駅は京弁鉄道の駅としては、奈良県内第一の規模を持っていた。広い構内、機関車庫、多くの側線、 長いプラットフォームなど終着駅にふさわしい駅で2004年現在でも近鉄六電駅構内の車庫などにその名残を認めることができる。国鉄と同じ線 67mm のゲージ。表記は木材を積んだ貨車がそのまま国鉄路線に乗り入れできる利点があり、また旅客輸送の面でも吉野山の桜の時期には関西線の港町駅、あとの JR 南波駅から 吉野行館大列車を仕立てて、港町王子高田吉野口吉野という経路で、花見客の便を測ることもできた。武表は、開通から1915年、大正4年頃までの列車台や、八往復である。本店は最初は、大淀村毛淵、ついできた六殿、その後に城市町に移した。1913年、大正2年当時の運賃は、 吉野下市口管が三等七線、二等十一線。吉野吉野口管が三等十九線、2等十九線であった。1912年、大正元年10月25日の開通式の日に事件があった。工事を担当していた労働者のうちの数十人が、賃金支払いに関して会社側に不手際があったとして午前六時発の開通列車の前に立ちふさった。 中には、線路の前に殴がするものもあり、列車が出発できなくなった。下市警察署、上市警察署の両所から動員された警官により、首謀者3名を検索。午前10時にようやく4時間遅れで、開通列車が出した。翌日の奈良情報には、吉野警鉄の陳時数十の工夫開通を妨害す、との見出しが見える。事件は労働者の要求を会社側が受け入れた。 ことにより解決した。スタートで思わぬトラブルがあったが、営業は、まずまず順調であった。下表は、奈良県統計表に見る1918年、大正7年から1920年、大正9年の吉野駅の乗客数、収入金額であるが着実に伸びている。1913年、大正2年5月には、吉野京弁鉄道から、 吉野鉄道と名称を改め、次の目標である線路の延長と電化へと進んでいく。まず取り組んだのは、吉野口駅から高市郡方面に延伸し、国鉄桜井線うねび駅へ直結すること。それと同時に輸送能力を高めるための電化が、必要条件として運動し1920年、大正9年5月20日に免許を得すると、1923年、 大正12年12月5日に吉野口柏原、神宮前館、1924年、大正13年11月1日には、柏原神宮前ねび館、合わせて 12.8km が開通した。駅は、うねび駅から、小布瀬火山柏原神宮前岡寺から、坪坂山一の奥津吉野口から薬水、福神下市口吉野の順である。 岡寺駅に32両収容できる車両基地を設け、貨物輸送のために奈良県下で最初の電気機関車も導入した。電化以前に比べ列車運行は激増、1926年、大正15年8月の時刻表では1日29、往復、吉野うねび館を1時間足らずで結び運賃は65銭であった。吉野鉄道の次の課題は、 桜の吉野山までの延伸である。吉野登山電気軌道という会社が1921年、大正10年に、吉野駅のある北六電対岸の吉野村六電から、吉野山への軌道施設を計画し、認可を受けていものを1924年、大正13年7月5日に譲り受け、吉野鉄道が1922年、 大正11年4月20日に城市町までの不設免許を受けたのと合わせて、北六電から城市へ延伸し、吉野川橋梁で吉野川を渡り吉野下千本を終点とする 4.4km の路線を不設することになった。工事が完成し、営業を開始したのは1928年、昭和3年3月25日である。これにより、吉野鉄道は開業から十七年目に、 終着駅である、吉野駅までの全線が開通し 28.6km の鉄道となった。同時に、旧、吉野駅は、六電駅と改称し、山和上市駅、吉野神宮駅が設置された。なお1927年、昭和2年には、小しべの駅、1929年、昭和4年には立花寺駅、後の飛鳥香駅、大当駅が新設されている。 また、吉野鉄道終点の吉野駅から、吉野山へは1929年、昭和4年3月12日に千本口、吉野山間を結ぶ吉野ロープウェイが営業を開始している。このロープウェイは、地元有志により設立された吉野、大峰ケーブル自動車によるもので、吉野鉄道との資本関係はない。国鉄吉野口駅への接続からスタートした。 吉野鉄道であったが、柏原方面へ延伸したことにより、新たな局面を迎えることとなる。柏原吉野間を直結する吉野鉄道は、大阪柏原間の路線を持つ大阪電気道、大気とそのライバル関係にある大阪鉄道、大鉄にとって魅力的な路線であったのだ。大阪安倍屋橋を起点とする大鉄は、安倍屋京吉野間の直通列車を走らせることを、 計画し、吉野鉄道と交流を始めた。ゲージが同じ 1067mm 強気の大鉄は、吉野鉄道に電車を乗り入れることができ。一方ゲージが 1435mm 標準の機の大気は、柏原神宮前駅で、吉野鉄道と接続するものの相互乗りでは、不可能で、直通列車を走らせることはできない。そこで大気は1928年、 昭和3年10月に、柏原吉野間の新線付設の免許を取得する。大手の大器が、競合線を運行するとなれば、吉野鉄道は存続の危機である。吉野鉄道は大器の参加に入ることを決定し1929年、昭和4年8月1日に合併、大器吉野線となった。しかし大器も大鉄の吉野鉄道への乗り入れは認めた。ため、大鉄は、 吉野鉄道と接続し、合併直前の1929年、昭和4年4月に接続地点、後の近鉄柏原神宮前駅の地点に、共同使用駅として久米寺駅が設置された。合併した大規も、自社の柏原神宮前駅から久米寺駅まで、路線延長したため柏原神宮前久米寺間は、狂気と標準機の両方が走行できる、珍しい参戦機場となった。 桜の時期ともなると両者は宣伝合戦を繰り広げたという。1930年、昭和5年の時刻表で見ると大気は、上本町久米寺間56分、久米寺吉野間54分で、計110分。大鉄は、安倍屋京吉野間117分。こちらは乗り換えなしなのでほぼ互角である。この合戦は1943年、 昭和18年に両者が合併するまで続いた。1926年、大正15年5月14日、吉野府城市長に陸上競技場、野球場、相撲場などを備えたび吉野運動競技場を開場した。収容人員は1万人、全日本女子東西対抗陸上大会など各種競技に使用され。また1929年、 昭和4年3月には、上司、新古、柏木に営業所を持ちおばぼん越えなどを運行する、吉野川上自動車のバス事業、及び上司などでのハイヤー事業を譲り受け、自動車事業へも進出していい。バス事業は大気が合併後も大気吉野線、自動車部として存続したが、その後1940年、昭和15年に、都市自動車、辻マイナスと統合し、 吉野宇田交通株式会社となり、1943年、昭和18年には、戦時の統合政策により、奈良県下すべてのバス事業者が、奈良自動車に吸収合併され、奈良交通株式会社が発足した。薬水、福神間に位置する、薬水、くぬぎ川橋は、薬水集落に至る道路と薬水川をまたぐ、レンガ済みの二連アーチ橋で、 アーチ発側面をおもんとして、トライレンガによる、こうしたや西面の変額に正面の工夫が施されている。2013年度には土木学会戦勝土木遺産に、2015年度には奈良県警官資産に選定されるなど、文化的価値も評価されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。